はい、岡田先生、今日お疲れ様でした。どうした、炭酸生態の実践会、今日で終わったんですけども、はい、まあ、岡田先生入られた、まあ、理由、炭酸生態をこう選んでくださった理由というのは、やっぱり僕も、どうしかというと、その動画、アンジ先生 の、 そのブランディングとか、あとは、まあ、テレビに出られた動画とか、うん、そういうところを見て、うん、そこから入り込んでいったんですけど、うん、でその時に一地域に一つのブランド、うん、ブランディングって形でやっていくっていうところで、はいはいはい、あ、これいいんちゃうかと。あ、なるほど。よそにはないものを、うんうん、やっぱ地域ビジネスなんで、はいはい、よそにないものを提供するためにはこれはいいんじゃないかっていうところで、結果とか、はい、可動域が広がると結果っていうのは結構もう後の方から、うん、ついてきたっていう感じなんですけども、先生の場合はさっきその、まあ、地域性重視っていうところにそうです、ね、こう気に入ってくださって、はい、そうですね。あ、ちなみに炭酸生態でその患者さんのリアクションとかどんな感じなんですか？はい、あ、やっぱり問診で検査するときに、その可動域の検査するときに、はい、まずやっぱり皆さんびっくりされるんで、うん、おー、なるほど、はい、だから結構ね、こう難しい説明するよりはやっぱり体感してもらったら一番はい、はい、あるんで、リアクションはすごくいいですね。だ、はい、今炭酸生態をその悩んでる方まだたくさんいてるんですけど、はいはいはい、そういう方に何かこうアドバイスっていうか何かこうないでしょうか？そうですね、やっぱりこう、まあ、今自費移行っていうのがすごいブームになってきてて、うんうんうん、やっぱりこうね、成功するの数多いんですけど、はいはい、よそとやっぱり違うことをまずしていかないといけないっていうところはあると思うので、うんうんうん、それで何かこうきっかけになればなっていうふうに思うので、はい、本当にその自費に移行するのにちょっとこう躊躇してる方とか、うん、うん、何か自分には武器がないんじゃないかって思ってる方に関しては、うん、この炭酸っていうのは本当に有効的なものだと思うので、そういう方はぜひ導入されたらいいかなと思います。すごい貴重な意見、どうもありがとうございました。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。